課長に今度のハロウィンさコスプレして渋谷にでも行かない？え？コスプレして渋谷に？嫌だよ、恥ずかしいし、めんどくさいよ。いいじゃん別に、どうせいい年こいて彼女もいないからハロウィンの日に何も予定ないんでしょ。気道よ、余計なお世話だよ。ていうかコスプレするったって衣装はあんのかよ。衣装ならこの前ママから買ってもらったいいのがあるじゃん。え、ママから買ってもらった？あ、おかえりよママ。あなたたちにお似合いのとびっきりの可愛いの買ってきたんだから。じゃーん、うわーすごい、これマリアのコスプレ。じゃーん、やったー。って、なにこれ。じゃーん、どうママ似合ってる？じゃあ今年のハロウィンのコスプレはルイージーにしよう。あれね。って、じゃあ、マリアとルイージーのコスプレして渋谷に行くってこと？そうだよ、一度さコスプレしてハロウィンの日に渋谷に行ってみたかったんだよね。いや、僕はいいよ。ひまわりが一人でルイージーの格好して行ってくればいいじゃん。ペ、笑うなよバカ。え、一人でルイージーの格好するの恥ずかしいよ。それに一人じゃ寂しいよ。だからカチョニーも一緒に来てよ。嫌だよ、僕はめんどくさいし行かない行かない。そんなこと言わないでよ。コスプレしてる可愛いお姉さんたちもたくさんいるよ。え、可愛いお姉さんがコスプレ？キモい、めっちゃ興味津々じゃん。は？別に興味津々なんかじゃないわ。よく言うわよ、さっきまで乗り気じゃなかったくせに。え？うるさいな。ってことは、マリアとルイージの格好して電車に乗るってこと？そうだよ、コスプレしてるお姉さんたちもいっぱい乗ってるかもね。え？なんかお兄ちゃん恥ずかしいな。ねえキモい。え？大丈夫だよガチャミン、当日はみんな仮装してるから全然恥ずかしくないから。そうなの？ってことはコスプレしてるいろんなお姉さんを見れるってことか。ねえキモい。え？まあ仕方ないから、ひまわりに付き合ってやるよ。お兄ちゃんに感謝しろよな。とか言って本当は可愛いコスプレしてるお姉さんたちが目当てなんでしょ。え？バロン、誰が コスプレしてる可愛いお姉さん見たくってハロウィンの日に渋谷に行くんだよ。よく言うわよ、変態。誰が変態だよ。そんなこと言ってるとお兄ちゃんついていかないからな。はいはい、分かったわよ、早く行きましょう変態さん。うるさいな。じゃあお兄ちゃん着替えてくるかな。可愛いお姉さんが待ってるから。じゃなくてハロウィンが待ってるからよ。何がハロウィンが待ってるからよ、女好き。 It's me! ヤッホーひまわり、どう？似合ってるでしょ？それとも似合いすぎてる感じ？うん、やっぱりガチャリーすっごく似合ってるよ。ちょっと痛いけど。え？痛い？それよりカチャニー、ひまのはどう？やっぱり似合いすぎてる感じかな。うん、いいんじゃない？なんか頭がちょっと気になるけどいいと思うよ。何それ。うん、それよりひまわり、早く渋谷に行こうよ。そんな興奮しないのカチャニー、可愛いコスプレしてるお姉さんが見れるからって興奮しないの。じゃあ行くよひまわり、可愛いお姉さんが待ってるぜ。やっほー。キモいって、心の声出てるし。うわすっごい、ここが渋谷か。ねえ見てよカチョニー、みんなコスプレしてるよ。ほんとだ、みんな仮装してるじゃん。すっげえ、セクシー。あれ、誰かと思ったらお前カチョじゃねえかよ。うお兄ちゃん、どうしたの、こんなとこで。どうしたのって、ハロウィンだから渋谷に遊びに来たに決まってんだろアホ。てかそれよりお前、それマリアのコスプレしてんのか？ダッセーな。え？そんなこと言わないでよ。せっかくママが買ってくれたんだからさ。そうよ。え？なんやねんお前。てかお前それ、ルイージーのコスプレしてんのか？そうですけど、何か？ルイージーは男のキャラやろ。なんで女のお前が着てんねん。何よ、いいじゃない。女の子がルイージーのコスプレしたってさ。まあまあひまわり。ん？ってことはお前ら兄弟揃ってマリオとルイージーのコスプレしてここに来たってわけか。そうだよ、マリオとルイージーも兄弟じゃん。だから僕たちも兄弟だからさ、マリオとルイージーの衣装にしたんだ。うわ兄弟揃ってマリオとルイージーのコスプレして渋谷に
リオとルイージーのコスプレはねえわ。ちょっとあんた、なんなのよ。そういうあなたは何のコスプレもしてないじゃない。え、あ、私か。あ、私はコスプレしなくったって、も元がよプリンセスみたいやろ。はい、あなたのどこがプリンセスなのよ。はあ、私はどう見てもプリンセスやろ。ご冗談を。魔女たぬきのお間違いでは。なやだ。お前だ、誰が可愛い魔女やねん。可愛いなんて言ってないわよ。とか言って本当はコスプレする衣装もなかったんじゃないんですか。え、そんなことねえし、私は別にハロウィンとかコスプレなんかに興味ないねん。あら、そうだったらなんでハロウィンの日にわざわざ渋谷に来たんですか。確かに、こんなみんなコスプレしてるとこに。え、いや、じゃあね、私、たまたま、用事があって、たまたま、渋谷に来たね。用事ね。何の用事かしら。ハロウィンの日に渋谷に用事って。え、それは、秘密や。なんでお前らに、そこまで言わなきゃいけないねん。とか言って、本当はハロウィンの日に一緒に渋谷に行く人もいなかったんじゃないんですか。聞く、そんなことねえし、今日だってよ、みんなによ、ハロウィンパーティーとか めっちゃ誘われたし。へえ、ハロウィンパーティーですか。どこの誰に誘われたんですか。え、それはその秘密や、アホ。本当はあなたハロウィンの日に誰からも誘われなかったんでしょ。まあその性格じゃね。なやだお前、生意気な小娘やな。何よ、やるの。え、ちょっとひまわりやめなよ。え、なんでよ、この人が先に行ってきたんじゃない。そうだけどさ、せっかくのハロウィンだからさ、もういいから行こうよね。え、まあ分かったわよ、課長に。うん、じゃあ行こっか、ひまわり。じゃあね、兄ちゃん。なや、行くのかよ。まあせいぜいハロウィンを楽しみな、マリオくんとルイージーちゃん。なんですって、この。もういいじゃん、ひまわり、ほっときなよ。はあ、楽しかったな。帰ろっか、ガチョニー。そうだね、帰ろっか。ってあれ、アニちゃんじゃない。え、ほんとだ、あの人用事あるって。やっぱり用事なかったんじゃん。なんかコスプレの衣装を見てるみたいだね。ははーん、ちょっと暇行ってくる。え、ちょっと、ひまわり。んー、これもええな。あ、けどこっちもええな。あれれ、これは先ほど人のコスプレに冷やかししてきたアニさんじゃないですか。聞く、え、なんやお前ら、まだいたのかよ。あなた人のコスプレのこと散々バカにしてたくせに、なんでこんなところでコスプレなんか見てるんですか。え、これはちゃうねん、宮崎で買ってくねん。よく言うわよ、嘘ばっかついて。散々カチョニーとヒマのコスプレのことバカにして、自分だってハロウィンに興味があるんじゃない。ちょっと、やめなよひまわり。うるさい、カチョニーは黙ってて。はい、今度カチョニーとヒマのことバカにしたら許さないんだから、この冷やかしだぬき。え、分かったよ、そんな怒らないでよ。ほら、ハロウィンだしさ、お菓子あげるからさ、ね、ひまちゃん。ハロウィンだからって、あんたからのお菓子なんていらないわよ。ちょっと待てよ、ひまわり。ごめんね、あやちゃん。お菓子は僕がいただいてっからさ。じゃあまたね。あにちゃん。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィン。ひまわり、そんな怒るなよ。せっかくのハロウィンが台無しだぞ。そうだね、せっかくのハロウィンだもんね。そうだよ、ひまわり、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィン、カチャニー。シュー。